The myth tells us that Adapa was the king of the city of Eridu. Adapa who was created as his first son by one of the ancient gods Enki or Prometheus in Greek mythology. Adapa was also created out of clay or mud as a human being and Adapa Literally stands for clay or mud in Mesopotamia. 延期つまりギリシャ神話でいうプロメテウスが泥から最初に作った人間がアダパつまり旧約聖書でいうアダムということになります。延期はエリドゥという町を支配します。そしてアダパつまりは アダムはエリドゥの町の支配者でした広島市浜松市ジャパンああ <noise> <noise> The book of Ezekiel, chapter one, four. And I looked, and behold, a sweeping wind came from the north, and a great cloud on it, and there was brightness round about it, and gleaming fire, and in the midst of it, as it was the appearance of amber, in the midst of the fire, and brightness in it. 激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に琥珀のように輝くものがあった。では画面を見ながら説明します。メソポタミア、まあ。古代メソポタミアではですね、何やら大変なことが起きてたようですね。 で、それはですね、こうしたまあ遺跡の周辺を見て、私は気がつきました。まあ、一見しますとね、あの、ただ単なる砂漠のようですけども、コントラストを上げたり、ガンマを下げたり、あるいはあの、明度を下げたり上げたりしますと、このような円形模様が浮かんできたわけです。これはウルです。えー、まあ、プアビの、女王プアビのいたところですね、これがウルクです。まあ、イシュタールの本拠地っていうことになるわけですけどね、えー、ギルガメッシュ物語。 もうここで生まれました。これが、ウルクです。でやはり、ウルクにも、まあ、あの、メドアを上げたり、やっぱり同じように、こう、光学的処理をしていますと、このような奇妙な円形が浮かんできます。で、この直径が3.1キロありますからね。で、それ全体にまた外への方へ、まあ、あの、放射線状に広がっている様子も、わかります。で、これが、ウルクなんですけどもね。 一体この、ま、円形の、その、なて言いますか、え、地上に描かれた模様は何かということになるわけです。ニップールっていうのは、あの、ゼカダシッチによればですね、ま、宇宙、ま、いわゆる指令、指令コントロールセンターがあったのが、このニップールだというふうに、ま、ゼカダシッチは解いています。そして、宇宙空港が、その北方にあります、あります、シップールであると。 まあ、ゼカレシチンはそのように解いています。で、このニップルをですね、もう調べていた時も、やっぱりその円形模様が浮かんできたわけです。まあ、あの、今、この赤いところでむす、あの、示したところがニップルです。で、現在はこのような、まあ、廃墟といいますか、遺跡になっているわけですけどもね。まあ、かつては広大な都市が、まあ、栄えていたものと思われます。で、このニップルが、ま、指令、コントロールセンターであったと。まあ、そういうことなんですね。 そして、シップールが、その、いわゆる、まあ、ハブ空港って言いますかね、あの、宇宙への空港であったというふうに、まあ、あの、シッチンは説いています。まあ、こういう、まあ、遺跡を見ていますと、いろいろ考えさせられますけどもね、まあ、何かの、はい、目的があって、こういう建物が建てられたということになるわけです。これが、まあ、その、ゼガリアシッチンの本ですがね、ええー、ある方ですね、 これ、送ってくださった本ですけども、その中に、まあ、この一ページにこれが出てるわけですね。そして、この円の中心にあるのがニップールです。で、やや左上の方にあるのがシップールですね。で、この何か、こう、それぞれの遺跡に関係があるのかなってことで、まあ、調べてみようと思いましてね。で、まあ、とっかかりはゼカリアシチンのこの本って言いますか、このページだったわけです。で、シパール、シュルパック、それからラルサ。 てか、bad, t, v l ですね。すか、エリドゥというふうに調べていったわけです。で、ただ、あの、現在はですね、あの、いわゆる Google で見て調べられるような状況ではないんですよね。全く、まあ、跡形もなく消えてしまった遺跡っていうのもありますからね。ですから、まあ、あの、場所を特定するのが大変、まあ、苦労しました。あの、まあ、Wikipedia の方ではね、そういった論文も出ていまして、場所が座標で示してありましたので、で、そこを、 で調べたのが、調べました。で、まあ、あの、えー、左側の、ゼカレシッチンの、えー、本の1ページです。で、右の方がですね、私は実際にあの、点を取ってみましてね。そしてこう、つないでみたんですけども、この、やっぱり、ラガシュなんかもそうですけど、道が、まあ、ずれてるのか、それはまあ、どういうふうかわかりませんけども、ゼカレシッチンの、この、解いてる、あの、いわゆる、まあ、ラインとは、 一致しませんでした。が、しかしですね、やっぱりこのシパールを見ていただきたいんだと思うんですが、一見して何もないように見えるでしょう。ところがですね、まあ、工学的処理をしていますと、なんとなくこう、円形の、なんていうか地形が浮かんでくるわけですね。で、まあ、あの、これはあの、以前ですね、あの、エリドゥで調べた時にそういう仮説を立てたんですけども、これはですね、いわゆるまあ、古代メソポタメアにおいてですね、いわゆる核戦争といいますか、核攻撃があった、その痕跡ではないかと私は考えています。 まあそういうまあ仮説に基づいてですね、あちこちの遺跡を調べてみたんですけども、まあ、ご覧の通り全部、その全てにこの円形のですね、えー、まあなってますか、痕跡らしきものが浮かび上がってきたということなんですよね。わかりやすければ。で、ここはちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、まあなってますか、色がちょっと変化してるかなっていう感じですよね。それから全体にこう、楕円形のような形が見えるということです。これはシュルパックですね。 まあほとんどまあ何も残ってなくて、こうしたそのアーティファクトがいくつか残ってるっていうような状況ですね。これ白パックですけども、この直径が22キロありますからね。で、こうしてしますと綺麗な円が出てきますよね、こね。で、この円はどうしてできたのかということになるわけです。ラガッシュです。 で、このラガシはですね、ちょっとわかりにくいかもしれい。全体にこう円,円形っぽいのが見えますけども、この色がちょっと薄いところをこう、あの矢印で囲んでみましたけども、やはりこうなんて言いますか、一つ、こう、楕円形のような形が浮かび上がってくるということですよね。で、ラルサですね。 で、これはあの、白くぼ,やぼんやりと見えるんで、これは砂嵐かもしれません。ちょっとあの、特定はできませんけども、あの、地形的なその模様なのか、それともあの、砂嵐によるものなのかは、ちょっと判別できませんでしたけども、一応、上げておきました。で、これがラルサですけども、ウィキペディアに載ってる、まあ、座標で見ますと、ここへ来るんですけどもね。で、いくら降りても何もないもんですから、まあ、廃、廃、廃墟、以上に廃墟になってしまったということになりますね。で、こう、 下の方、南方の方を見ますと、こうした円形のような模様も出てくるということですね。で、ウルグです。イスターの本拠地ですね。で、ここまでですね、こうして困学処理していますと、あの、なんとなく形が浮かんでくるんですよね。で、まあ、あの、以前にも言いましたけども、核攻撃受けたのは無辺女だろう、インダースバリーのね、核無変女だろうだけということになっていますけども、そうではなくて、この、 そして、メソポタミアでも、やはりあったということですね。これエリドゥですね。延期の本拠地です。アダパーが作られたところですね。アダパー、すなわち、旧約聖書のアダムです。で、これがまぁ0.7キロで、上壁らしいものもいますから、ウルですね。女王プアビのいたところです。えー、女王プアビの、プアビの、まあ骨も見つかっています。この、ウルなんかはまあ綺麗にこうなってますか円形が出てますね。3.1キロ。そして、周りの方にもこうなってますかやはりこう飛び散ったような、 飛び散ったと言いますかね。放射線的にこうなってますか？ラインが伸びている感じがします。で、これらの線は何かですけども。もう言うまでもなく核攻撃による。まあ、その痕跡っていうふうにまあ、考えるのが自然じゃないでしょうかね。で、そのことを裏付けると言いますかね。ゼカレシッチンがですね。地球年代期。 The Earth Chronicles というのを、ま、表しているわけです。で、その中の一,、まあ、一部分ですよね。全部は別のところで訳しましたので、また興味のある方はそちらを見ていただきたいんですけども。で、2041年っていうふうに来るわけですけどもね。だん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 近づいて、ま、あの、現在に近づいてくるんですけど、2038年。そして、あの、2029年ですね。で、まあ、あの、メソポタミア、バビロニア中心の歴史が進んでいくわけです。そして2024年、 から3年にかけてですね、あのー、こうした奇妙、興味ある文章が出てくるわけです。アヌナンキは核兵器の使用を承認したと。ね、あのー、いわゆる、まあ、カナン人たちがですね、宇宙空港を取ろうとしたときに核兵器の使用を,を許可して、そしてその翌年ですね、23年に、えー、風は放射性の雲を占めると運んだと。そのために動物足に水は毒となったというふうに書いてあるわけです。 ということは、2023年、に、行年から2023年にかけて、どうやら核兵器が使われたということになるわけですね。これは、あの、あくまでもゼカレシッチンがですね、メソプタメンに残っている、まあ、いわゆるクレイフィクレイタブレットをですね、解読して、このような、ま年代記を書いたということなんですね。で、これは私の方で調べたんですけども、このインダス文明のね、流れを、まあ、あの、掴んでみたんですけども、この、こうした奇妙な、あの、 いわゆるまあ、セラミックフィギュアが見つかってるわけですね。で、このインダスバリーの、まあインダスバリーというのは原っぱ、もうヘンジョダロ含めて、あの、これ全体をもね、インダスバリーって言うんですけど、ね、インダス文明ですけども、とこれはもうヘンジョダロですね。いわゆる死の丘という意味だそうですけども、あの、かつては広大になってますか、こうしたまあ、都市が栄えていたわけですよね。 で、最近の、あの、ナテスカ調査によりますと、モヘンジョダロというのは7層に、こう、上へ上積み重ねられて作られた都市だそうですね。で、これはモヘンジョダロです。で、シッチンの説が、まあ、正しいかどうかということをちょっと裏付けるためにですね、あの、私の方から調べたモヘンジョダロの歴史というものを皆さんにお見せできる、お見せしたいと思います。で、まあ、シッチンは2000、 二十八、三、二三、四年に核兵器の使用をさせ、まあしたわけですよね。三年、二十、三年には、あの、いわゆる、まあ死の灰が飛んできたということですからね。で、この思い、その後、シタールに、第三地域、すなわち、モヘンジョダロ周辺の、インダスバリーの支配権を、い,い,あのいわゆる、何年、シタールには出したということなんですね。それは、あの、シチンのタブレットの方にそう書いてあるわけです。実際、じゃあどうだったかと言いますと、 インダスバリーにこうしたゾーンがいっぱい作られているわけです。からみんな一体ある意味なんだっていうことは私が証明いたしました。 で、これがまあ、こうした像が作られているわけですね。いわゆるまあ、シュメールの、イ、えー、シタール像と、まあ、一致したということです。それで、この年代のわかってる、まあ、テラコッタですね。これ集めてみました。あの、たくさん像は見つかってるんですけどもね。みんなその、やっぱり年代測定がな,なされているというわけではありませんのでね。ですから、年代がしっかりとしているものを、こうして選んで、まあ、各博物館にあるね、あの、テラコッタの中から、こうして、まあ、ランダムに選んでみました。 で、この、いわゆる、まあ、テラコッタは、これも、まあ、イスタールになるなってことになるわけですけども、こうした像がですね、どのように並ぶかということを調べてみたわけです。で、まあ、あの、その、今、その、皆さんにその歴史を見ていただきますけども、あの、モヘンチョダルが栄えたのは、紀元前2500年から1800年ぐらいなんですね。そして突然、紀元前1800年ぐらいに、まあ、消えてしまうわけです。で、先ほど、その年代のわかっている、あの、テラコッタをこのように並べてみますね。 そうしますとですね、あのー、まあ、市賃がタブレットを解読した年代とほぼ一致するわけですよね。わかりやすければ。 で、まあ、その2500年以前にテラコットが頻繁に作られたこの時期にイシュタレナンナがインダス・バリーに入ったというふうに考えられるわけです。そして、インダス・バリーが、インダス文明が栄えて、紀元前1800年頃に突然、まあ、滅ぶわけですね。まあ、インダス文明というのは核兵器によって、まあ、滅んだというふうな、まあ、一般的な設定ですね。放射性物質が、まあ、残留物質が今でも観測されています。ですから、まあ、その流れとしては、あの、 2000年頃にね、あの、1800年、2000年から1800年頃にかけて、まあ、核兵器が使われた可能性は非常に高いということですよね。あの、まあ、あの、シの年代と、私があの、調べた年代と、ややずれてますけどもね。 えー、まあ、あの、こうして2 300年ずれてるってことになるんでしょうかね。あの、こうして見ますと、この円形模様は何によってできたか。もう、周りくどい言い方がありますね。まあ、ここでも、メソポタミアでも、核兵器が、ね、使用された可能性が非常に高いってことですよね。でないと、この円形模様はどうしてできたかってことを説明できないと、まあ、私の説は否定できないんじゃないかと思います。で、まあ、あの、ちょっと、そして、まあ、驚、驚しい写真を一緒に並べてみましたが、 あの、こうして、ま、円形模様が、まあ、痕跡として現在残っている。なあち、メソポタミアでは、何やら恐ろしいこと。なあち、えー、核兵器を使ってですね、こうした都市がある時期、次々と破壊された可能性があるということですね。これはエリズです。延期の本拠地ですね。 で、中央に、中央,中央,中央やや上にあの直角の上壁が見えますね。そしてそれを取り,取り囲むように円形模様があり、そしてその放射線状に線も伸びていると。まあ、これをどういうふうに解釈したらいいかっていうと、も強力な爆発物がここで使われたということです。 で、これがバド・ティビラですけども、今はこのような状態ですね。で、シパールもそうですね。で、ラガシュもそうですね。まあ、ほとんど何も残ってないということです。わかりやすければね。あの、マウンドが残ってるかなっていう感じで、遺跡が残ってる。まあ、これからね、発掘が進めば話わかり、別途でしょうけどもね。シロパックもそうですね。で、これがエルドゥですけども、アブシャーレンっていう,うにもは呼ばれています。 ま、このマウンドが残っているだけですから、ウールはね、あの、ジグラートが残ってますから、あの、まあ、このような巨大な遺跡として今、認識できるわけですね。これはウルクです。まあ、こういうウルクも巨大なあの、女、あるいわゆる都市国家だったようですね。ニプールですね。うん、で、この、いわゆる宇宙指令センターのあったところがニプールだということです。えー、メソポダミアでは核兵器が使われた。 可能性が非常に高くなってきたという話です。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshima Hayashi, m a City Japan, Symphony for Prometheus, Mystery of Symphony No. 9. In this、uh, video clip, I'd like to explain about the mystery why and for whom Lulif compares Symphony No. 9. なぜベートーベンはまた誰のために大工を作曲したかその謎にこのビデオの中で迫ってみたいと思います。まず、大工についてですけども、 えー、大工の詩はですね、もともとは、って言いますか、シラーの作詞によるものです。シラーがドレステンの大会のために作詞した詩をですね、えー、でベートーベンが乗せて大工を作りました。シラーはフリーメイソンリーでしたね。そしてベートーベンはフリーメイソンリーであったかどうかということについては、確たる証拠はありませんが、まあその可能性は、まあ、大変大きかったということですね。 で、この大工に載せられたこの詩はですね、もともとはフランス革命の時にラ・マルセイエーズのメロディーで学生たちが歌っていたものだそうです。まあ、これがベートーベンの直筆、まあの楽譜ということになりますね。そして、1824に完成して初演がなされます。まあ、この辺はその楽譜です。 で、元々はフリーメイソンリーの理念を示したものであり、トレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたということですね。まあ、これであの、大工の性質といいますか、性格が皆さんにも理解していただけると思います。まず、神々の形図ですけども、これがシュメールの神々の形図です。 で、このケースの中で注意していただきたいのがエンリルですね。そして、まあ、延期。エンリルは人間の改造に反対し、延期はその反対を押し切って人間を改造します。その孫娘がイナンナ、すなわちバビロニアの頂点のに立ちます、バビロニアではですね、頂点に立ちますイスタールです。で、これはギリシャ神話の、まあ、神々のケースと言いますか、ケースですね。で こうして並べてみますと、大変奇妙、興味の深いことがわかります。で、これがシュメールの神々ですね。で、右の方がバビロニアの神々です。で、こうして並べてみますと、まあ、イタールはイナンダですね。イナンダイタールは孫娘でしたけども、バビロニアでは頂点に立ちます。そして右にシャマーシュ。イナンダと、イタールとシャマーシュは、あの、兄弟だというふうに言われています。 で、エンリル、エンキが、ま、その、イスタールの下にいるわけですね。で、イナンナが頂点に立つと。で、スインっていうのは、イナン、イナンナ、ま、イスタールの、ま、父親ですよね。で、右にシャーマー氏がいます。これが、あの、ギリシャ神話の中ではヘリオスになります。そして、アポロに太陽神の神を奪われた後、まあ、イスタールと組んでキリスト教を立ち上げます。で、下がですね、あの、 ギリシャ神話の神々ですけども、赤い枠がこれがチタン族です。そしてブルーの枠がこれがオリンピアンですね。で、えー、ヘリオスはここにいます。いわゆるその、チタン族に属してるわけですね。で、チタン族と、まあオリンピアンが、まあ戦争状態になり、そしてまあチタン族が負けるわけです。上の中央の丸、赤、ま赤四角がこれがレアです。ゼウスの母親ということになっていますが、 ま、その、母はイコール、妻イコール、娘ということは、ま、神々の世界ではよくあることです。で、頂点にガイアがいます。で、こういうケースで、ま、ま、あったわけですけども、ここでチタン族と、それからオリンピアンが対立関係に入ります。で、チタン族が、チタン族とオリンピアンが戦い、結果的にチタン族が破れ、オリンピアンが、ま、勝利します。で、オリンピアンの頂点に立つのがゼウスということになるわけですね。 で、ミトラとアポロはギリシャ彫刻の中では顔が同じですね。ということは、ギリシャ彫刻は、まあ、ミトラとアポロが同じ神であることを、まあ、彫刻を通して私たちに教えているということになります。そして、ヘリオスとレア、まあ、イスタールですね、組んで、キリスト、キリストを立ち、キリスト教を立ち上げます。ヘリオスがキリストという、イエスという名前を語るわけですね。その流れが、カトリック、まあよるチョーチンローマとフリーメイソンへと繋がっていきます。 まあ、頂点に立つのが、まあ、結局は、まあ、レプタリアン族と、それからトール・ワイト系ということになりますが、トール・ワイトがいつ、その、まあ、右のブルーの枠の中に入り込んできたかということについては、私はまだよくわかっていませんが、いわゆる白人っていうものが生まれたのはですね、今から8000年前だと言われています。そういった論文も発表されています。そして、この両者はですね、対立関係に入ります。 そして、ま、ずっと現代に至るまで対立関係になるわけですね。そういう流れの中で、モーツ・ァウトが、ま、敵を発表し、またベートーベンが、大工を作ったということです。ベートーベンが、大工を作曲して、まああ、ローマン・カトリックに対抗するわけです。 そしてそういう過程の中からフランス革命が起きます。まあ、この前後にあの、徹底した弾圧が行われるわけですね。ローマンカトリックによるまあフリーメイソンの絵の対あ弾圧が起かります。その書文章はこの続くビデオの中で皆さんに紹介します。そしてその流れがずっと時代を経てありまして、アメリカが独立した時に、いわゆるそのフランスのフリーメイソンリーたちがアメリカに自由の像を送ります。そしてこれが大学の歌詞です。この中にそのいくつかのヒントが 隠されています。ここにエリゼムという言葉があります。これはギリシャ神話における理想郷を言います。天井楽園ですね。エリゼム。まあ、このエリゼムについてはいろいろな絵が描かれて、まあ、イメージとして描かれていますが、これもその中の一枚です。いわゆる天井楽園ですね。そして、まあ、その中にですね、順に追っかけていきますと、 えー、ここに、まあ、その、もう一つのヒントが出てきます。うーん、でー、っていうのもあんで,ですね。地天使ケルブには、神の前に立って言ってるんですね。あのー、ケラブ。ケラブ。これは、あのキ、キリスト教側が言うケラブ。地天使の、まあ、なんていんすか、イメージ図です。で、まあ、こういう形で表現されてるわけですね。で、 ここのところに星空の上にっていうふうに書いてある。これは赤月さんという方が指摘して,してくださいましたけれども、星空の上にっていう言い方はキリスト教ではしませんね。星空の上に神、星空の彼方に神はいるという言い方は、これはあのキリスト教の言い方でありません。それとも皆さんはキリスト教でそのように言っていることを聞いたことがありますかないでしょまあ、この星空の上にっていうのはいわいわ、いわゆるそのフリーメソンリー側の神の、まあ、いるところってことになるわけです。まあ、ここでも出てきますね。 星空の上に、星の彼方にという言い方をするわけですね。そこで問題なのは、ケラブというのは誰かということなんですね。先ほどお見せしましたのは、あれは、あの、キリスト教側のケラブです。地天使です。で、地天使ケルミは神の言った。これはまあ、ちゃっかり横取りしているってことになるわけですけども、ケラブというので調べてみますと、ケラブの像っていうのはあるんですね。 まあこれがあの、英語でケラブというときは天使一般を指しますので、そこはちょっと難しいときとか、今度、今度なさらないでくださいね。これがケラブです。で、このケラブの、まあ、像でですね、一番、あの、まず注目したいのはこの足なんです。足にこう、鎖をつけてますね。で、鎖をつけてるってことは、まあ、 天井から追い出された神ですよね。いわゆる人間改造したがゆえにですね、あの天井から追放されるわけです。その像がですね、左の自由の像となっています。ということは、このケラブというのは、足に鎖を巻いた自由の像と共通性があるということですね。すなわち、プロメテウスだということになるわけです。プロメテウスも足に鎖をつけて野に放たれ、そして、 毎日、こう、鳥にですね、体をついばまれるという、刑を受けるわけです。しかし、一晩たって治っちゃうんだそうですね。あの、神々というのは。まあ、ともかくも、そうしますと、このケラブというのは、プロメテウスということになるわけです。ケラブイコールプロメテウスという結論が出てきますね。すなわち、大福で歌われているケラブ、すなわち神というのは、プロメテウスのことを指すというわけですね。で、ローマンカトリックの方では、このケラブのことを、まあ、 ケラブって言いますかね、プロメテウスをルシファーと呼んでいます。まあ、サタンですね。最悪のサタンのことを、あール,シフまあ、ルシファーとて言うわけですけども、同じプロメテウスをルシファーと呼び、一方、フリーメイソン側では、まあ、人間の、いわゆるその、創造主という形で叩いているわけです。まあ、どちらが正しいかわかりませんよ。その結果はこれから出てくるわけですからね。いわゆるその、 核兵器を持ってしまった人間がですね、まあどうなるか。それはこれからの人間の選択にかかってくるというわけです。そして、まあここですね。うん、で、けら、して、ううてまあ、フォフォルトでここの部分、あの、大工の中で歌われたけ,けども、知天使、ケル、ケル、ビムは神の前に立つ。ケル、ビム。まあいろんな意味方出します。ということで、大工というのはですね、えー、ベートーベンがですね、 いわゆるプロメテウスのために作曲したということはこれで証明できましたで続くビデオを見ていただきますがその前に一つ大きな間違いをしてますのでここで訂正させていただきます続くビデオはナン、no. バー844ですけども えー、2014年の5月ちょうど1年前に作ったビデオですけども、その中でですね、あまあ、あのその時はまだあのケラブっていうのは誰かわかりませんでしたのであの、キリスト教側が言うケラブを持ってきまして、そしてこれがですね、イスタールの図と同じだということで、これはみんなイスタールですけども、ということでこれをあのケラブっていうふうにあの、いわゆるルシファーというふうに誤解してましたけども、それはこの場で訂正させてください。 この部分は間違いだということですね。もし矛盾する点がありましたら、今までここでご覧いただいた内容を優先して判断してください。ごめんなさいということで続くビデオをどうかお楽しみください。